こんばんは、レトQです。今日のサカツク03鎖国縛り長崎デジマーレは8年目の12月からやっていきます。そろそろリーグ優勝をしたい年頃、さらなる強化と高みを目指して頑張っていきます。今日もよろしくお願いします。今年の J リーグ得点王は渡田選手。得点王を取っての引退はかっこいいですね。今までありがとうエース。9年目はメインスポンサーと契約が満了し、新たにアルクスボムさんと契約しました。契約が切れた選手とは全員契約延長しました。資金はそんな困らなくなってますね。チケットを3500円に値上げしました。1月はソンナムキャンプに行きます。地下駐車場を作りました。観客だけではなく収益アップも美味しいですね。割引も効き、クラブハウスをレベル3に増築。鎖国してるわけ、居心地を良くする作戦ですね。サイドバック山田選手が大連留学から帰国。能力的にも試合でスタートでもいける感じです。望月選手を半年大連に送ります。大連がもう研修先みたいになってますね。スカウトがオランダ国籍のボランチ。ウィンター選手をリストアップ。若く晩成で確か代表だった良い選手。気合を入れ獲得に行きます。デジマーレ9年目の基本スカッドです。渡田選手引退でフォワードが少し変わり、若手選手が増えてきた印象ですね。総合力はやはりスタミナ重視です。ウィンター選手との交渉。移籍金10億超えはなかなかですね。鎖国で蓄えた資金で強気の交渉です。5年、年俸1億8000万円で一発合意。デジマーレ史上最大の大物獲得です。トータル20億円くらいかかったので期待するしかない。5節はトリニータに引き分け。5節を終えて勝ち点5とイマイチなデジマーレ。クラブハウスが大きくなり施設を増やせるので、プール、ジム、娯楽室を設置。娯楽室は割引も効きましたね。J リーグカップ2回戦セカンドレグのジュビロ戦。勝ち上がるためには1点差以上の勝利が必要。 BGM で歴史系ゲームやってる感を出してます。幸先よく大久保選手が先制点を決める。国見高校出身大久保選手。鎖国で培ったまあまあスムーズなパスワーク。最後は生え抜きの小島選手が決める。これでトータルスコア逆転しました。しか
高橋怖い相手のコーナーキック。中山選手に決められトータルで追いつかれる。試合は V ゴールでの決着となります。延長後半攻めるデジマール。小林選手のクロスを永井選手が合わせ決める。ほのぼのとした喜びの中3回戦進出を決めました。アジアチャレンジカップ決勝の相手は北京。サウジで開催されてますが気にしません。相手のゴールを開国させたいデジマール。おしゃれなパスから伊予選手が決める。伊予選手出すと結果を残してくれますね。先制し勢いに乗るデジマール。小島選手が倒され PK を獲得。この PK を大久保選手が決め差を広げる。躍動するデジマーラ。前半終了間際に坂田選手が決め3点差。さすがに余裕が生まれますね。もしよろしければいいね、コメント、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。飯尾選手が試合を決定づける4点目。エースが引退するもフォワードがそれぞれ活躍。快勝でアジアチャレンジカップ優勝。次はアジアグレートカップですね。鎖国しながらアジアに名を轟かすデジマール。さらなる強化のためミッドフィルダーに強いスカウト小島さんと新たに契約しました。当面は日本とオランダの良い選手狙いですね。大東選手がそんな無留学から帰国。センターバックもサイドバックもできる心強い存在です。期待のボランチビンター選手を大連2年留学。戻ってきたら中盤の潰し屋として期待大です。ファーストステージ最終節はガンバと引き分け。ファーストステージは8位とかもなく不可もなくな成績でした。デジマーレ9年目前半はリーグはいまいちでしたが、アジアチャレンジカップ初優勝、ビンター選手獲得。施設を5つくらい増設できたという。順調な月日を過ごせました。若い選手をかなり大連に遅れており、これから世界でも鎖国旋風を起こしたいですね。今日も見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。